アントワープ3、イチルドゴレツ L グループ J 第5節、ヨ、ロッパリーグ、L グループ J 第5節、ロイヤルアンワープ FC 対、ルドゴレツの試合が現地時間3日に割れた。アントワープが3、1の勝利を収めてる。今シーズンの海外サッカーはダゾーンで、いつでも、こでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、アンワープに所属する。三好康史氏は先発出場を可した。19分、クリスティアン・ベナベンテからパを受けた、アントワープのマーティン・ホンらが、先制点を決める。しかし53分、ルドゴレツのリール・デスポドフに得点を許し同点に追いかれた。それでも72分、アントワープのリッチー・デラートが得点し再び勝ち越しに成功。87分は、三好のアシストからマヌエル・ベンソン、チーム3点目を決めた。90分には、ルドゴレツの、ド・ゴス・グリゴレが退場して数的優位となる、のままリードを守り切ったアントワープが3-1の勝利を収め、決勝トーナメント進出を可した。なお、1アシストの三好は、フル出場を果てた、ている。得点者、19分1、レー・ホングラ。アントワープ53分1、1デスポドフ、ルドゴレツ72分2、1デラート、アントワープ87分3、1ベンソン、アントワープ、両。